こんにちは。自営業専門の税理士、川南です。本日の YouTube 動画はですね、スムーズなフリーランスライフを送るために、起業したらこうなるの、事前に知っておきたかった5つの項目について順番に解説していきたいと思います。会社員から自営業フリーランスになりますと、ガラッと変わるので、その5つの項目、ポイントについて動画で解説をしていきます。しっかりと学んで、スムーズなフリーランスライフを送りましょう。私はオンラインサロンの運営と、各 SNS もやっております。またビジネス書を2冊出版しております。動画で解説した引用元や図解などはですね、概要欄に SNS などなど含めて掲載してありますので、ぜひ概要欄の方一度見てみてください。それでは早速本日の動画内容、スムーズなフリーランスライフを送りたい方は必見です。早速行ってみましょう。それでは本日の内容、フリーランス自営業向けで最初に学びたかった5つのことを紹介していきたいと思います。本日の内容です。フリーランスの失敗や後悔、独立起業をして失敗していること、後悔していること、きっとあると思うんですよね。そのあたりを防ぐために本日の動画順番に5つの項目について解説をしていきたいと思います。結論としてはですね、やはり経理と税金の知識は必須ですよということになります。順番に見ていきましょう。まず1つ目の項目から、社会保障が薄いという現実をしっかりと知りましょう。そして2つ目、会社員にはない税金があるのでそちらの方を紹介します。3つ目、経費はタダではないよという現実、これ意外と勘違いされている方いるのでしっかりと解説をします。4つ目、事業主勘定について、この事業主勘定というのは個人事業ならではの勘定科目になりますのでしっかりと押さえておきましょう。これがわからないがために経理がなかなかね進まないという方が多いです。5、時間単価の勘違い、こちら5つ目として解説をしていきたいと思います。そして最後、まとめになります。本日の動画はこのような流れでいきますので、ぜひ皆さんしっかりと学んでスムーズなフリーランスライフを送りましょう。まず1つ目の社会保障が薄い現実について、次のスライドから解説をしていきたいと思います。社会保障が薄いということですね。これどういったことかと言いますと、会社員と比較するとという話になります。会社員とやはり自営業フリーランス比較すると、社会保障が薄いよねっていう現実をまず知るということが大事です。対策方法ありますので安心してください。まず1つ目なんですけど、これ当たり前ですよね。今まであった有給はありません。自営業フリーランスになりますと、休んだ分、その分の収入はゼロ、入らないことになります。この有給がないという対策なんですけど、一つとしてはスタッフを雇うということも一つですし、また仕事が自分が休んでも回るような仕組み化をしておくというふうにしておくと対策することができます。とはいえ、今までのように休んだら給料が入るというような有給はありませんのでお気をつけください。2つ目、こちら結構意外と皆さんね、大きな負担、精神的な負担が来るようです。ボーナスはありません。これがね、結構痛手になって独立起業しようと思うけど踏み出せないという方が多いんではないでしょうか。ボーナスはないんですけども、その代わりしっかりと稼げば特に問題はないので、しっかり稼いで対策をしておきましょう。そしてボーナスがないというふうなことを踏まえて、お金の管理、資金繰りをしていく必要があります。そしてこちらも違いですね。旅費や交通費がなくなります。今までですと、県外に出張に行ってほしいって言われた時には会社の方から交通費が出たり宿泊費が出たりしてましたけど、そういったことはなくなります。また後ほど清算するということもなくなるので、どこから清算するって言っても自分のビジネスから払うってことになりますので、要は自腹で行かないといけなくなります。そしてもちろんこれもそうですね、育休や産休というものはありません。ですのでこちらもしっかりと対策をしておかないと、要は自分の仕事のペースを仕事の計画とすり合わせないと育休や産休がないということを覚えておいてください。そしてこちらもですね、退職金はありません。会社員をね、辞めたタイミングでまとめた金額で少し退職金出たよっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、自分がね、60歳になった、65歳になった時に退職金が、じゃあ自営業フリーランスが出るかっていうと出ませんので、保証が薄いですよっていうことです。その代わり自営業フリーランスの退職金というのはですね、小規模企業共済というような仕組みがありますので、そちらの方に加入して対策をするということは可能です。そしてまたこちらですね、意外な盲点かもしれないんですけど、自分が病気を怪我をした時にですね、収入の保証がないということになります。会社に働いていますと有給がね、消化でなんとかなったりとか、病気や怪我の場合は長期入院された方はこういったケースで対応できますよみたいなものがあるんですけど、自営業フリーランスはそういったわけにはいきません。自分が病気にかかった時、怪我をした時にはですね、収入がストップしてしまいますので、やはり社会保障が薄いと言えます。とはいえですね、こちらも対策が可能で、収入を保証してくれるような保険
険や商品がありますので、そういったものに調べて加入をしておくということで対策することは可能です。このようにまず社会保障が薄いので、しっかりと自分で準備をする、またしっかりと稼いで、普段からいざという時に何とかなるようなお金というのをしっかりと積み立てておくという対策をする必要があるということを、まず一つ目大事なポイントですので覚えておきましょう。次が二つ目ですね。会社員にはない税金があるということで、簡単に税金どういったものを払わないといけなくなるのかを次のスライドで解説をします。こちら税金の種類なんですけど、まず一つ目所得税というものですね。所得にかかる税金で、こちらは国に払います。要は税務署へ払うということですね。そして住民税です。この所得税と住民税というのは会社員時代にも払ってはいるんですけど、もちろん払ってます。その代わり会社員の場合は給料から天引きされているので、前払いをしている、要は自分で払った感がないので、負担感がなんとなく少ないような気がするわけです。これが自営業フリーランスになりますと、稼いだ後にですね、確定申告をして計算をすることで支払うので後払いとなるわけです。この後払いという点と、また自分で払うため、要は天引きしてもらえないため負担感が強くなるので、そこご注意ください。住民税は一体どういった税金かと言いますと、この所得税を計算するために国に確定申告という用紙を出すんですけど、その確定申告をもとにお住まいの市区町村が計算をして、住民税はいくらですよという通知書を開けて払うという流れになります。住民税はご自分の住んでる市区町村へ払う税金になります。所得税の方は国へ払います。ここまでは会社員と一緒なんですけど、この後に出てくる税金はフリーランス自営業ならではになりますので、しっかりと抑えましょう。まず一つ目、事業税です。事業税というのはビジネスをしている方にかかってくる税金で、これは住んでいる県へ納める税金になります。こちら少し特徴をね、簡単に紹介したいと思います。290万円の控除があります。これどこに対してかかってくるかと言いますと、売上から経費を引いた残りの金額、要は所得と呼ばれるものにかかってきます。事業税を計算するときには、この青色申告控除、65万円、55万円、10万円って3種類あるんですけど、その控除を引く前の金額にかかってきますのでお気をつけください。その青色申告控除前の金額から290万円を引いた残りの金額にかかってきます。この事業税というのはですね、実は業種によってパーセンテードが変わります。 3% から 5% になっております。サービス業の方は 5% になっておりますので、売上から経費を引いた金額から290万円を引いて 5% をかければ事業税が出るという仕組みになっております。というように、ビジネスをしているがゆえにかかる税金、事業税というものがあります。次、消費税というものがあります。令和5年の10月からインボイス制度というのがスタートするため、ちょっと今までの考え方と変わりますのでお気をつけください。今まででしたら売上、要は課税売上高が1000万円を超えたらかかってくる税金だったのが、インボイス制度に登録すると消費税の申告納付が発生しますので、ここお気をつけください。こちらについてはですね、インボイス制度についての動画各種たくさん作ってありますので、そちらの方で詳しく解説しておりますので、ぜひそちらの動画を参考にしてみてください。消費税という申告と納付が発生すると思ってください。こちらはですね、皆様が普段何か買い物をした時に払う消費税とはまた別途必要となってきますので、ちょっとね、別物だということを覚えておくといいかなと思います。もう少し詳しく知りたいという方は過去の動画ぜひご覧になってください。このように新しく事業税、消費税というような税金がかかってきます。さらにですね、税金はこれだけでいいんですけども、その他にですね、国民健康保険の支払いと国民年金の支払いというのが来ます。これも今まではですね、会社員の中で社会保険ということでまとめて払って給料から天引きされていたものなんですけど、こちらも各自ご自分で手続きをして払っていくことになりますので、こちらの負担もあるということを頭に入れておいてください。そしてその他、固定資産税や自動車税、予定納税なども来ます。こういった税金も今まで通り来ますので、こういったね、たくさんの種類の税金を払わないといけないというこのスケジュールを分かっておかないと、なかなか支払いが厳しいということになりがちですので、しっかりとどういった税金があるのかというのを抑えましょう。そしてこちら一つ出てきた予定納税という専門用語なんですけど、こちらはですね、予定納税、所得税と消費税がある一定の金額を超えると税金の前払いをしますということで、予定納税というのは次の所得税、事業税を前払いするという制度になります。このあたりもですね、どの税金をいつ支払いが来るのかっていうスケジュールを解説した動画ありますので、ぜひそちらの方ね、見てみてください。ここでは税金の種類、こういったものがあるので気をつけてくださいね、把握しといてくださいねにとどめます。こういった税金の種類をね、
ね、払っていかなければいけないとなりますと、やはりお金の管理と資金繰りの必要さが出てきて、必須項目となると思っておいてください。しっかりと把握しておきましょう。それでは次、3つ目のポイント。経費は無料ではないという勘違い多いですので、次のスライドで解説をします。経費イコール無料では決してないのでお気をつけください。経費に計上すると確かに節税につながるということで、皆さん経費だから一家とか、経費にどうせなるだろうから買おうとみたいな、安易にね、経費に計上できるからいいのみたいな勘違いするフリーランス、初心者の方は多いんですけど、経費というのは確かに計上することで節税にはつながるんですけど、ただではない。要は無料になる魔法の方法ではないので、ここはしっかりと勘違いのないよう押さえておいてください。どういったことか少し解説をしますと、利益、要は儲けというのはですね、売上から支払って経費を差し引いた残り利益に対して税金というのはね、所得税がかかってくるというシステムになっております。ですので、この経費に計上することで利益が少なくなって圧縮されるので税金額が下がるという仕組みになってるんですね。そのために経費を使おうとか経費に計上すれば節税になるということで、経費は無料なんじゃないかとかね、タダになるんじゃないかみたいなイメージになりがちなんですけども、経費に計上したら税金は確かに今解説したように下がるんですけども、実際現実問題はお金が流出していきます。それはそうですよね。経費で例えば新しい機械を購入した、その分お金は減ります、払ってるので。そして今までの会社員のようにその後生産するどこかからお金が降って湧いてくるということはありません。なので経費で使えば使うほど現実にはお金、現金が減る、または預金が減るというのが現実問題に起こってくるわけです。そしてビジネスをしていくためにはですね、ある程度やはり資金は確保しておくことが大事になります。前のスライドで紹介したように税金やその他いろいろな支払いも払わなければいけません。もちろん経費の支払いもありますし、スタッフを雇っていたり外注頼んだりするとそちらのお金の支払いも発生してきます。そういったことを考えますと、ビジネスはある程度資金を確保しておかないと、キャッシュがクラッシュしてしまうと払えなくなったらビジネスっていうのは終わりになってしまうので、無駄な支出はしない方がいいということです。こういった話をしますと、皆さん借り入れをすればいいんじゃないかっていうねことをね思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、借り入れというのはですね、今日資金がないから借りたいんですって銀行に行ってもすぐ1週間2週間でポンと降りるものではありません。提出する書類もありますし、審査もあって時間がかかります。また自分の希望金額が通過するとは限りませんので、足らないから300万に借りたいですって言って300万円が通過する保証、もしくはそういったね確実な方法というのはありません。ですのである程度資金を確保しておかないとお金が回らなくなるということになります。ですので経費というのは無駄な支出であれば節税ではなく浪費になるんだよっていうポイントはしっかりと押さえておいてほしいなと思います。また経費というのは無料になる、ただではなる魔法の方法ではないので、そこ勘違いのないようにしっかりと押さえておきましょう。では次は4つ目、事業主勘定。これね独特な勘定なので、こちらしっかりと押さえて経理ができる自営業になりましょう。次のスライドで解説をします。自営業主勘定についてです。こちら個人事業主のみ使う独特な勘定になります。この勘定科目がわからないレベルになかなか皆さんね経理が進まないとかよくわからないんですけど、これって何ですかって質問が多い項目になります。事業主貸という勘定と事業主借りという勘定科目があります。これどういったものかと言いますと、こちらの科目を使って仕事とプライベート、お金を区別する勘定科目というふうに覚えていただけると分かりやすいかなと思います。自営業や個人事業主の方はどうしても通帳の中身やお金が仕事とプライベートがごちゃごちゃになったりとか、どうしても混じり合ってきてしまうものなんですね。その仕事とプライベートのお金をしっかりと区別するために、この事業主貸しと事業主借り勘定を使うというふうに覚えてください。そしてもう一点、自営業には給料という概念がありません。ですのでこの事業主借りを使って自分の生活費を引っ張ってくる、また足らない時には自分の生活費から仕事の方へ補う、返したりするっていうようなことが必要になってきますので、この2つの勘定はしっかりと押さえましょう。もう少し次のスライドで具体的な使い方について解説をしていきます。事業主貸し、事業主借りの具体例を紹介します。こちらの動画でですね、事業主貸しと事業主借りだけの動画作ってありますので、ぜひもう少し勉強したいなとかね、詳しく知りたいという方はこちらの動画見ることをおすすめします。
勧めします。まず一つ目、事業主貸しの使い方の具体例を一つ紹介します。例えばなんですけど、先ほどのパターンですね、生活費のために事業のお金を引っ張ってきたい、要はもらいたいってことですね。こういった時に使うのが事業主貸しになります。例えば生活費8万円を事業用の口座から引っ張ってきた時には、このように経理の仕分けをします。事業主貸し8万円、そして普通預金が8万円というふうになります。ここで事業主貸しの勘定科目を使って、事業のお金から自分の生活費の方へお金を引っ張ってくることができます。じゃあもう一つの方法、事業主借りの方の使い方の具体例を紹介します。事業主借りというのはですね、事業に必要なお金を個人のお金で払う場合に使う時が多いです。どういったことかと言いますと、事業の自分のビジネスの資金が足らなくて、プライベートの方から一旦7万円を持っていきたい、貸したいっていう時に事業主借りを使います。こういった仕分けを切ります。普通預金7万円、事業主借り7万円という風に、資金が足らなくてですね、一旦プライベートの口座から7万円を持ってきたい、これは後々返してもいいですし、返さなくてもフリーランス事業の場合は問題ありません。こういったようにプライベートと仕事のこのやり取り、綱引きをこの事業主貸し、事業主借りという勘定を使って経理をすることで、仕事とプライベートの区別ができる便利な科目ですので、これしっかりと使えないと経理できませんので、事業フリーランスの方は必ず知っておきましょう。5つ目、最後のところになります。時間単価の設定の仕方の勘違いについて解説をします。こちらも非常にね、知っておくといいですし、後からしまったと思ってもなかなか取り返しがねつきにくいところですので、初期にしっかりと押さえましょう。5つ目、時間単価の勘違いです。これどういったことかと言いますと、要は料金設定を最初にミスるとビジネスが積みますよっていうことになります。本当に非常に注意をしてください。この料金設定なんですけど、時間単価というものをねカウントしないといけない、要は自分の料金、メニューの料金がなかなか決まらないっていうことになってきます。そしてこの料金設定はですね、自分の時間単価のみならず、経費の支払いもその料金もらった売上から支払っていかないといけないので、そちらの方も載せる必要があります。またスタッフを雇う予定だとか、スタッフを雇っている方はですね、さらにそのスタッフに対して支払う分も時間単価として載せておかないと、ビジネスをいくらやってもうまくいかない、要は利益が出ないということになりますので、しっかりとこの時間単価と料金設定というのは間違いないようにしましょう。そして一番最初にやりがちなのは無料や低価格での設定になります。こちら本当に非常にまずいことなので、自信がないからとか、まだ経験がないからというので低くしがちな気持ちは非常にわかるんですけど、無料や低価格っていうのは自分が後々困ることになるので絶対にやめましょう。方法としてはですね、作業時間をきちんとカウントして考慮して、報酬や値段、メニューの料金をしっかりと決めてください。この作業時間を考慮して報酬を決めないと、どういったことが起こるかと言いますと、作業時間が見積もれないと、もしくは見積もりをミスってしまうとですね、納期に遅れる可能性が出てきます。要は見積もりに出した作業時間からカウントした報酬金額がですね、作業時間が見積もれないことによって思ったより作業がかかる場合っていうのはあるんですよね。例えば自分は5時間ぐらいで終わるだろうと思った作業時間が、見積もりをねミスしており、実際は10時間倍かかったという場合ですね、納期に遅れる可能性も出てきますよね。自分が見積もっていた作業時間より時間がかかるということは、その納期でいけるかなと思って仕事を受けたのにギリギリになる可能性があるということです。そして納期に遅れる可能性があるとか、もしくはギリギリの納品になりますと、いいものはできませんし、ゆくゆくはですね、信用を失うことで仕事を失うという可能性もあるので、しっかりと自分の作業時間を見積もれるようにしておかないと困ったことになるわけです。そしてもう一つ、時間単価と作業時間を設定ミスすると、仕事をしてもしても利益が残らないということになります。要は働いても働いても稼ぎが残らない、利益が残らない、もしくは売っても売っても赤字になるという風なビジネスになってしまう可能性もゼロではないので、しっかりと時間単価というのはね、大事なところですので、よく考えて決めましょう。そしてこの作業時間が見積もれないと納期に遅れる可能性と、さらにですね、プライベートや休みが一切なくなる可能性が来るわけです。要はオンとオフがない、休めなくなる状況にもなりますので、こちらはですね、やはり気をつけないといけない点かなというふうに思います。ですので5つ目として挙げさせていただきました。自分の時間単価の設定ミスをしないように、また自分の提供するサービスの料金設定をミスらないように、しっかりと考えてから起業することをお勧めします。以上5つの項目ね、事前に知っておきたいな、学んでおくといいよ、こんなはずじゃなかったとかね、
会社員の時と比べてこんなにガラッと変わるんだっていう風に皆さんなかなか苦労したりしまったなと思うポイントばかりですので、しっかり5つ押さえておきましょう。もちろん他にもね、いろいろとやらないといけないことを押さえるべきポイントあるんですけど、個人的にこういったポイントを事前に知っておくとスムーズなフリーランスライフが送れるんではないかということで動画に出しました。まとめです。起業前に知識と情報をしっかり得ることでスムーズなフリーランスライフを送ることができます。起業してからしまった、こんなはずだという風にならないようにしましょう。そして無知だと本当に損をします。税金額がガラッと変わってきたりとかですね、知っていてあれを提出さえすればよかったのにみたいなことが本当に実際リアルに起こっていますので、きちんと情報は得る、調べるという癖をつけてください。こういったように自営業フリーランス向けに役に立つ動画上げていっておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営をしております。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。こちら Facebook の非公開グループで運営をしております。オンライン上に税理士を雇うことでちょっと聞きたいこと、また自分で調べてみたんだけどなかなか答えが出なかったっていうケース多々ありますので、そういった時にオンライン上で質問や相談をすることができるということで好評です。2つ目、2ヶ月に一遍サロンズームを開催しております。こちら直接ズームで私と面談ができて、メンバーと情報交換ができるということで好評です。メンバー皆さん起業している方、これから起業する方がほとんどですので、情報交換ができる異業種交流会になるということで好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。税理や経理の新しい情報、ビジネスの考え方、また私がしている SNS の裏側どうやってるかなどなど、オンラインサロンのみに投げている情報ばかりになりますので、ぜひオンラインサロンの方をご検討ください。概要欄に URL 貼ってありますので、詳細はそちらからご確認をください。参加お待ちしております。このように自営業フリーランス向けに役立つ情報を投稿してます。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。毎週土曜日の5時半投稿になっております。いいねやコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私はいろいろな SNS をしておりまして、インスタ、ツイッター、TikTok、ボイシーとやっておりますので、いろいろな情報、また YouTube とは違った情報を上げておりますので、ぜひフォローの方お待ちしております。またビジネス書2冊出版しております。インボイス制度 Q&A ブックということで、図解と表を使った分かりやすい本となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。もう1冊はですね、自営業フリーランスの経理節税確定申告1冊に必要なものをギュッとまとめた本になっております。どちらも Amazon でも Kindle 版もありますので、ぜひご購入お願いします。また買ってくださった方はですね、 Amazon レビューしていただけると非常に嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。いつも動画の方ね、最後まで見ていただいてありがとうございます。本日はですね、スムーズなフリーランスライフを送る方がね、増えたらいいなという思いで動画を作らさせていただきました。5つの項目しっかりと押さえれたでしょうか。せっかくね、独立起業するんでしたらね、スムーズなビジネス経営をしたいと思いますので、しっかりと押さえて勉強すること、また知識を得ること、情報のアンテナを張っておくということが非常に大事になってくるなというふうに個人的に思っております。本日の動画も以上になります。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。